全国一の生産量を誇る愛媛の養殖魚、アイクフィッシュと呼ばれていますが、これまで未開拓だったヨーロッパへの販路拡大を目指してフランスのパリで商談会が行われました。美食家の舌をうならすことはできたのでしょうか。花の都フランス・パリ、美食家が多いとされるグルメ大国です。そんなパリで昨日行われたのが、県内の水産業者と現地のバイヤーとの商談会です。私どもの会社はですね、その養殖場から加工場、それと物流、販売、すべて、自社が監督してやっております。未開拓のヨーロッパへ。全国一の生産量を誇る県産養殖魚、アイクフィッシュの新たな販路開拓を目指して県などが企画しました。こちらはみかんを、みかんジュースを詰めたものです。商談会では現地のバイヤーやレストランの関係者らにブリの刺身やみかんがアクセントになったブリのソース焼きなど趣向を凝らしたメニューを振る舞い、アイクフィッシュの魅力を PR しました。口の中ですごく溶けるような食感で、みかん味のサバイオソースとすごくよく合ってました。醤油ともすごくよく合っていて、口の中でも溶ける感じで、繊細で美味しかったです。地元のバイヤーたちも高評価だったようです。今回アルプス処理水海洋放出ということで、中国に全面的に輸送できなくなったということもあってですね、我々の先発もあって、もう今年のものとして解決したいっていうその意気込みで、中国による日本産水産物の全面輸入停止で県内の水産業者にも影響が出る中、県はヨーロッパ市場などへの開拓を通して引き続き支援を続けたいとしています。